こんにちは、つつけんです。イエイ。今日は4月の7日土曜日になります。風が強いですけど、まあお天気はいいです。まあ寒いっちゃ寒い、冷たい風が吹いている。だけどバイク乗るにはちょうどいいかな。まあ風が強いけどね。でね、今日は何をしているかというと、まあ今の時間ね、10時半前、まあ夜お仕事あるんだけど、まあちゃっちゃかと準備を終わらせて、まあ、お昼を食べにね GS さんに向かおうと思っているんですけれども、まあ昨日ねチャンネル登録者数が900人を超えました。イエーイ。でまあ動画の中では5月末までに1000人を目指すと、まあしばらく前から言っていましたが、まあその目標もまあどうにかこのまま順調にいってくれれば達成できるかなと思うところなんですけれども、まあここでね、まあ向かいながら、まあちょこちょことね小出しに言っていた1周年記念イベントプラス1000人達成記念イベントが一緒になればいいかなイベントのことなんですけど、まあ日にちはまだね情報がねいろいろごっちゃになるといけないので、まだ伏せておきますが、でまあその内容なんですけれども、まあ結局はステッカー配布会だよね。まあ、ステッカーの準備も進めているし、書もここがいいかなっていうところで、撮っています。で、まあ、考えの中では土曜日日曜日の両日開催、まあ、日をまたいでね。で時間はまだ全然決めてないんですけど、まあ10時ぐらいから2時とか3時ぐらいまでかな。私がその配布場所にいて、まあもらいに来て、それですぐ帰っちゃうでもいいし、おしゃべりしてもいいし、まあそれは自由でという感じにしようかな。それであとはせっかくだから私のいつも使ってる車両3台をその配布会場まで持っていき、まあ展示でもしようかなと。あとは何だろう、動画の中でネタになった1000円プロテクターとか、まあ、あの辺もね、いろいろ小物類もね、ヘルメットなんか、まあ置いて、ちょっと展示というかね、まあそこに置いて、見てもらおうかなと思っています。まあその辺をね、軽トラでチュチュッと運べば済む話なので、いいですけど、まあ、あとはね両日開催ということで、まあ、2日間にまたぐんですけど、あれですよ、2枚欲しければね2日間来てくれれば2枚あげますので、そういうねなんか緩い感じでいきますよ。でまあご希望者、希望者がいれば、まあ、うちはご存知の通り宿泊業をやっていますので、まあお泊まりしてもらいたいですね、うちに。まあ格安、まあ普通のうちでやっている通常料金ははるかに安いお値段で、でまあマス通で来られた方はまあグループさんでお部屋入ってもいいですし、ソロの方でもね、まあ本当はねお値段かなり上がってしまうんですけれども、まあそれはかなり格安で一人部屋ということでね、個室、まあ誰かと一緒にね知らない人と寝たいんだったらそれでいいですよまあそれでもいいんですけど、まあかなりお安い値段でご用意しようかなと思っています。
まあ具体的な値段で言うならまだね、まだはっきり決めてないですけど、どのぐらいにしようかな。素泊まり朝食付き6000円ぐらいかな、5、6000円かな。もうそれはね、もうめんどくさいので1人だろうが4人だろうが全部同じ値段にします。まあ、値段はねまたちょっとおいおいでいきますけれども、まあそのぐらいのお値段でお泊まりできるようにはしようと思っています。あ、まあただね、部屋に数に限りがありますので、まあ人数制限はかけさせてもらいます。人数制限というかグループ制限かな。一部屋、まあソロの方はそれはもちろん一人で一グループとカウントしますけど、まあそんな感じでね、まあお泊まりしてくれた方のメリットとしてはね、ステッカーもう一枚もらえるのと、まあもらわなくてもいいですけどね。あとはね、朝まで語らい券がついてる私と。それもいらないって人もいるかもしれないけど、まあ濃厚な絡みがねできると思います。で、夜ご飯はね、うちで作るともう私もちょっとこうバタバタしちゃうので、それを避けようかなと思って、どこか、まあ、人数確定次第どこかでご飯一緒にみんなで、予算決めて行こうかなと思っています。まあその予算なんですけど、まあ大体そのくらいだろうな、 4,5 千円ぐらいで足りるかな。まあそこまでねどんちゃん騒ぎするわけではないと思うからあれなんですけど、まあしたい方はねまたうちに帰ってきて、まあ場所は設けますので、まあもうねうちでもうその日は儲ける気はさらさらないので、みんなでコンビニで自分の飲みたいものを買ってきてね、また二次会でもやりましょう。まあその泊まりの話はねメインではないので、まあこの辺にしといて、まあなのでステッカー配布会という形で、イベントを行いたいと思います。だから、走りに行ったりとかね、そういうことはしません。でその土曜日も日曜日もそこで私はずっといておしゃべりをするだけ。まあそんなのでもよければね、来てください。まあ朝方っていうか開始直後に来ていただいて、でまあちょこっと伊豆をツーリングして泊まって、しゃべるのは泊まった時にとか、まあそんな感じでもいいです。泊まってください。まあ泊まった人しかステッカーあげないとかそういうえぐいことはしたくないので。まあでもね、何人かね、泊まったことはあります。まだ動画上ではね公表してないですけれども、まあお友達ツイッターとかフェイスブックでねお友達になってる方で直接、聞いてきてくれた人は、ここだよって教えて、桜祭りの時に何人か、泊まっていただいたんですけれどもね、まあそんな感じでねゆるくやっていきたいと思いますので、まあ泊まりたい方がいればどしどし、連絡、まあ公表してからではなくて、もう今この動画出た段階でね、問い合わせというかね、なんてところとか聞いてもらってもいいんで、まあまあただね動画上ではまだ載せないと、そういうところです。うえーしょ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 よいしょよし、行きましょう。お腹すいた。どれもうまそうだから迷っちゃう。
結構あるぞ。ミートソース。試作品。なんで、何でしたっけ？抹茶もなか？抹茶、そうそう、抹茶あん。小豆もなか。抹茶、小豆。もなか。もなか、アイス。いや、食った食った。GS に、ちょっとご飯を食べていたら、いきなりこの人が来ましたよ。よし。大丈夫だ。よいしょ。じゃあ帰りましょう。よいしょ。あとね、チキンライダー、もじゃさんというね、方ね、伊東の方で、最近元ブログを始めた方がいるんですけど、この人ね、マグナ乗りの方。よいしょ。よいしょっと。よし、その方とね、また一緒に3人でちょっとおしゃべりをしていました。予定では2時半前に帰んなきゃいけないんだよ。やばい。今2時だ。無理だ。あごひもつけるの忘れてた。よし、じゃあ、まあ、急ぎながらゆっくり帰りましょう。まあ、いつものね、この辺りでまとめするので、まとめをしましょうかね。まあ、今日もね、昼間ちょっと時間が空いたので、お昼ご飯を食べに、GS さんに行ってきたわけですけれども、まあ、前半は、やりたいなと思っているイベントについて、ちょっとお話ししました。まあ、GS さんに行って、ミートソースのスパゲッティをいただいて、あとは試作品のデザート、抹茶、小豆もなか、アイスもなか、またネーミングは定まってないようですけど、まあ、ゴールデンウィークぐらいから出てくるのかな、まあ、よくわからないですけど、をいただいて、大変美味しゅうございましたです。あのね、美味しかったんです。まあ、てことでね、今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。まあ、チャンネル登録もね、どしどしお待ちしています。皆さんね、お誘い合わせの上、登録していただければと思います。まあ、この後になるのか後になるのか、またヨッシーさんといったね、ツーリングの動画も控えていますので、まあ、そちらもね、楽しみにしていてください。はい、つつけんでした。じゃあねー、バイ。